さて、緑肥率という言葉ご存知でしょうか。ある一定の土地のうち、樹林や草地、公園などの緑で覆われる割合を示す数字です。この緑肥率が23区で最も高いのが練馬区です。この緑を生かしたまちづくりをしようと、今練馬区は遊具ではなく自然の木々を使った遊び場づくりに取り組んでいます。閑静な住宅街の中におよそ3000平米のこちら緑地があります。子どもたちは一体どんな遊びをしているのでしょうか。練馬区は農地や公園などの緑が占める割合、いわゆる緑肥率が 25.4% と23区で最も高いことから、その緑を生かして自然の中での遊び場づくりを行っています。保育園児や地域の子どもたちらおよそ70人が集まり、木漏れ日が注ぐ中、ハンモックやブランコ遊びを楽しみました。大人より少し背の低いキウイ畑を抜けていくと見えてくるのは冒険見晴らし台です。ここからはキウイ畑が一望できるということで、子どもたちに大人気です。ここでは遊び方も自由です。子どもたちは遊具をペイントしたり、地面を掘ったりと、思い思いの遊び方で過ごしていました。かくれんぼして脅かして楽しい。いっぱいなんだ。遊具とかで遊ぶより、なんか多分自由に想像して遊ぶと思うので、のびのび遊べるってことがね、すごくいいと思ってるんで。区では今回の実験を生かして遊び場を常設したいとしています。こういう遊びだとやはり安全面とかも気になりますんで、そういう検証をしっかり行って、最終的にはこういう場が常設の施設としてできるように。このイベントは明日まで開かれています。